CG 総合の皆様、こんにちは。神谷総平です。本日の神谷総平企画、前回に引き続き荒井隆さんにお越しいただいてます。荒井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はこちらの、侍精神を活せよという、そういった本を書かれましたよということの案内だったんですが、まあ、その中で、前回最後出たのはこうあるべき日本の形というものをですね、もう一回考え直さないと、現状の、まあ、作られた、ね、土俵の上でやってても物事改善しませんよねというところだったんですけども、そういったお考えを持たれて、まあ、これはもう私が初対面の時からずっとお話しされてたことを今本当に実践されてるわけですけれども、三重県の熊野のところに、はいはい、こう自分たちのコミュニティを持つんだということで、熊野飛鳥結びの里というのを作られたんですけども、これがどういった場所で何をされているのかということを今日ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、僕も、まあ、頭の中では、はい、なんか、まあ、日本人だったらなんか少しね、日本的なものを身につけなきゃいけないとか思って武道をやったりなんかしてましたけども、でもやはり何でしょう、ある特定の時間だけ武道をやったからといって、なんかその日本的な文化を身につくわけでもないんですよね、はい、やはり生活そのものが、日本的な慣習の中にないと、やっぱり体のこう細胞からこう刺激されるってことが少ないんですけども、はい、僕はやはり自立した考えを持つ日本人というものを育成するのためには、はい、日本の文化の中で生きるという、そういう体験をするというのが一番大事だと思ったんですね、はい、塾とか、まあ、そういうのもいいんですけども、これは時間がない時には、うん、まあ、とりあえずその知識というものをね、はい、っていうのは、でもまあ僕が今 やろうと思ってるのは、まず実践なんですよね、はい、うん、で僕ずっと実はもう10年以上前からいろんな場所を探してて、うん、でこの熊野という地に行った時にもうビリッと来ちゃいまして、はい、いやこれこそ日本のまさにその文化をそのままに残しているという非常に強い印象を受けたものですから、うん、ですから、まあ、ここの 熊野市の飛鳥町というところ、はい、名前からして、まあ、飛鳥町というのは非常に、まあ、意味があるんですけども、うん、でそこでは例えば今世界的に問題になっているのは、全て その価値観というものがマネーに換算されてしまって、はい、なんかお金 その価値観でしか物事を見れない、うん、防衛問題にしてもミサイル一発何億円だとか言われると高いとかね、うん、はい、そのミサイルの持つそのもっとその本質的な意味とかっていうのをその考える以前にお金でまず見てしまう、はい、それから全ての人間の活動っていうものをお金に換算してしまうから、うん、お金を生まない活動っていうのがどんどん否定されてしまう、はい、でこれが今の社会荒廃のかなり根本問題になってるわけ、うん、じゃあそのお金をその基準とする生活以外に一体何があるんですかって、今のこのお金の中にどっぷり使っている人たちはアイデアさえ出てこない、はい、でも実際にこの熊野飛鳥に住んでみますと、うん、僕なんか住んでますと、まあ地域の人たちが今の季節だとイノシシの猟をしますと、そのお肉が「あとイノシシ、取れたぞ」って言ってお肉を持ってきて。はい、浜の人たちは今日おいしい魚が取れたぞと言って持ってきてくれる、僕の周りの家の森の伐採だとか、それから田んぼの作業も今年からやりますけども、すでに、白かきをしてますけども、うん、そういうの全部その地域の人が、まあ、ほとんど8割方手伝ってくれるんですね、はい、でもそこに一銭 のお金も発生してないわけです、はい、で僕はまあただ今のところありがとうございますしか言うことがないんですが、まあ、これからできるだけ例えばお年を取った方がもうちょっと放棄してしまった休耕田を今度僕らが何とかしてもう一回復活させていこうとか、それから村の工人さんのその当番を引き受けさせてもらって、まあ、みんなが大事にしているものを一緒に保全していこうとか、まあ、そういうことで恩返しをしていこうとは思ってるんですけども、つまりこういうコミュニティの中というのは、いわゆるマネーという基準は全くその投下価値に置き換えるというそのプロセスは全くないんですね、はい、とにかくみんなで一緒に生きていこうという、うん、でそのみんなで生きていこうというのは人間だけじゃなくて、そこにある自然とか
その自然を育んできた、そのもっと中核的な人間にはよくわからないものを神と呼んだり、はい、それからその土地を今田んぼができるようにしてくれた先祖を敬うと、はい、そうしますとその共同体というのは今いる人たちだけではなくて自然あるいは自然のもっと奥深いその仕組みから過去そこの土地に関わった全ての人たちそして未来これからそこの土地に関わるであろう人たち動物生き物全て の, その共同体なんですね、はい、だその共同体の中の一員で一日一日を生きていくという、うん、この体験が僕は本当に素晴らしい、はい、僕は ここにこそ日本の文化 の本質があるんだろうと、はい、だそれは言葉では言えないんでやっぱり一緒に来て、はい、そこに来てもらって1日でも2日でも一緒に暮らしてもらうと、うんうん、多分あの言葉よりもものすごい理解が進むと思うんですね、はいはい、いやもうね本当にその通りですねとしか言いようがないんですけどというのは私も初めてお会いした時にこの構想は聞いたんですね、うん、で僕自身も実践が大事だと思って自分たちもプロジェクトやってるんで、うんうん、僕らもあの自然に近いところでみんなで集まって、うんうん、そういう共同体を作っていこうねという話をしてて、うん、あ一緒ですねということだったんですで初めて聞いた時にその三重の熊野と聞いて、うんうん、ものすごいやっぱ交通の便が良くないのでもうちょっとこうみんなが行きやすいところっていうのところを僕は思っていてだんですね、うんうんうん、でもあの昨年12月だったと思いますけども、うんうん、実は訪問させていただいて、うんうんまあ、本当数時間だったんですけどもあのやっぱりねあの対談させてもらうと感じるものがやっぱりあって、はいでまあ、僕はまだ1回ですけど一緒に行ったメンバーなんかはね、うん、もう1回こう訪問させていただいたりとかして、はいねうんうん、あの分かるんですやっぱりあのなんかこう DNA が気づくというか、うん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 、あそうだこうやってみんな暮らしてたんだなっていうようなことが分かるんですよ、うんうん、だからああいう場所を見つけられて、うん、またそこで、ね、ご自身も生活の拠点を移されて、うん、されてるっていうことはもう本当に覚悟がすごいなと思ったのと、うんうん、でも僕らはなかなか僕もそのアレンさんと一緒にそこにじゃあ住めますかっていうとちょっと難しいと思うんです、うんうん、今の状態では、うんうん、けれどもあのいてくださることによって、うんうん、そこに行けばこう本当に充電できるというか、うんうん、こう気づく場所を作っていただいたんだなというふうに思ってるんですけど、うん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 、そんなこう活用の仕方というか、うんうん、かかり方でいいんでしょうか。だから僕のところなんか僕がやってるとねなんかあの自衛官とかごっついのばっかりいるんじゃないかとかね思われるかもしれない、うん、全然実はそうじゃなくて、はい本当にあの子供も来ますし普通 の主婦の方だとか、はい、だからいつも一緒に仕事している村の人たちはもう全部70歳以上の高齢の人たちですけども、はいまあ、そういう人たちとお互いがその仕事を通じて一緒に働くということでつながっていくんですね、はい、だからまあ僕は結びの里という名前をつけてるんですけども、はい例えばあの2時間ぐらい滞在してた時に、はい夜その薪ストーブに使う薪をみんなでちょっとすいませんけど割ってあの作ってもらえませんかと言ってまさかりでね、はいうん、こう切ってもらったりチェーンソー使える人にはちょっとチェーンソーで切ってもらったりしましたけども、うん、と全部意味のある仕事なんですね、はい、そのこの仕事は一体どういう意味があるのかということを今ほとんどの場合はあの理屈をつけて説明しないとその仕事の意味がよくわからない、はいうん、聞いても実はよくわからない、はい、働いててもこの仕事意味あるかっていうのがよくわからない、うん、でも2時間ちょっとこうやったのもこれを焚き火にして温まりますという、うんはい、だ自分がやっている仕事っていうのがすごく意味がわかるわけですよね、うんうん、だからまあ楽しいと思うんですよやってみると、ねはい、だから子供も来てあの一回もまさかり見たこともないっていう子供が、うんまあ、30分もやってるとなんかこう悟りを開いたりこうパカパカ割り出して、ねはいうん、なんか非常に喜んでもらえるんですけども、まあ、そういう生活の中に仕事と喜びと、うん、それから生きていくということの意味が非常に体感的によくわかる、うん、だから僕はそのコミュニティこそが僕たちが欲しているものであって、うんうんだから僕はその熊野僕のエリアはもう本当小さいですから、まあ、多分、一緒に住めるのが10人か多くても20人ぐらいだと思ってるんですけど、はい、あくまでこれは、まあ、プロトタイプっていうかそういう体験の場であって、はい、でここでそれを気づいてくれた人が、うん
また自分たちのエリアでそういうコミュニティを作ってもらえばいいし、はい、で僕らはまだ始めたばっかりですけども、これからまあ何年か重ねていくと、こういう活動のそのプロセスをある程度こう、整理できると思いますから、はい、まあ、そういうものを参考にしていただいて、はい、あとはそれぞれの地域風土に応じた、これは日本だけじゃなくて世界でもどこでも、そういう自分たちの持っているその土地の文化に合わせてどうやってコミュニティを作ればいいかと、はい、これをもう世界中にいっぱいこう、まあ、増殖できれば、うん、僕はそれがつまり新しい、はい、その社会の秩序になっていくんじゃないかというふうに考えてるんですけどね、うん、はい、うん、この本にもね書いてありましたけど、かつてはおそらくそういったそんな共同体が緩やかにつながってたのが日本であったということで僕も思っているので、非常に今の話は説得力があるんですけど、まあ見てらっしゃる方々はなんか自分たちも経験したいなとかちょっと行ってみたいなと思われると思うんですけど、そういうふうに思った方はどういうふうにこうアクセスしたらいいんでしょうか。熊野飛鳥結びの里っていうホームページがありますから、はい、そこを見てもらって、うん、でそこに連絡していただければ、はい、もう誰でもいつでも来てで宿泊できますから、はい、この間は2週ちょっとプラッと来たフリーターのお兄さんが15日間ぐらい泊まってきましたけどね、はい、もう予定なく来てもらっても大丈夫ですし、うん、だからまあ自由にもまあ、こういう場所があるということで関心を持っていただければ、はい、訪れてもらえればいいと思いますけど、うん、はい、はい、うん、ありがとうございます。まあ、本当に、ね、いろいろな田舎を訪問するとか、うん、ちょっと田舎で暮らすとか、うん、そういうことって、まあ、できる場所日本中にあると思うんですけど、やっぱりこうやって荒谷さんがいらっしゃって今回、まあ、前回とお話しいただいた、うん、大きなコンセプトっていうか、うん、思想を持ってそういうのを運営されてる場所っていうのは、うん、なかなか僕は少ないと思っていて、本当に今お話もありました全国各地にそういった場所が増えてくると、うん、なんか日本人のそれこそ、ね、魂というか精神にスイッチがこう入るんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ今回の番組見ていただいた方こちらの荒谷さんの本をまず読んでいただいて、まあ、今回入り口の部分だけですのでちょっとお考えを一回聞いて理解していただいて、でちょっと自分も経験してみたいなと思っていただいた方は、うん、連絡リンクをね番組の説明欄に貼っておきますんで、まあ、そちらの方からアクセスをしていただいて、まあ、熊野ちょっと遠いですけど逆にでも遠いからこそですね行くと本当になんていうかな都会に暮らしてる方はもう別世界ですから日本じゃないみたいっていうかですね、うん、お店もないですもんね。店ない10キロ圏内にお店がないもんですから、ね、はいはい、もう本当にそんな秘境と秘境というとちょっと失礼かもしれませんけど、でも本当にいい場所なのでぜひ行っていただいて、はい、いろんな経験をしていただければなというふうに思います。私もまた春になりましたら行きたいと思いますので、はい、よかったらまた皆さんも一緒に行きましょう、はい、ということで今回本と、はい、活動の紹介いただきまして、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。